お気軽ロングレンジトゥースピック、ベータ FPV-HX115LR2 スピック、サクッとレビュー。エクスプレス LRS での運用が分かってきたので、トゥースピックも ELRS で。HX115LR は ELRS 版のみでしたからね。バッテリーは先に紹介したメテオ7号と共通です。ははん、所持するバッテリーの種類を減らす考えで来てるな。搭載カメラは軽い上に見えやすいと評判なキャディックスアント、110218000KV ブラシレスモーター採用です。今でこそ M03 登場で魅力薄くなったかもしれませんが、こちら M0 にも 350mW まで出せます。このアンテナの収まりに憧れて、シュリンクチューブを真ん中で切って XM プラスのアンテナ左右に通してたほろ苦い思い出。新型 FC、軽量化と薄型を意識してか、モータープラグは横から挿す仕組み、 USB ポートが基板にありません。そこで必要になってくるのがこの USB-C アダプターボード。これをなくしたら設定変更ができなくなるので、絶対になくさないでください。うわぁ、速攻でなくしてしまいそう。ちなみにこの USB-C ケーブル、メテオ7号に付属していたものです。充電専用じゃなかったんですね。ベータフライトコンフィグレーターバージョン 10.8 を使ってセッティングを進めてまいりましょう。 BFC10.7 での接続は試していませんが、どうやらメテオ7号と同じファームウェアが入った FC みたいですので、きっと古いバージョンの BFC だと警告が出るかと思われます。ジャイロセンサーが正常動作しているか機体を持って振ってみています。デフォルトの設定を眺めながら、こちらの都合の良いように修正加えるところは加えていくといういつもながらの設定作業ですので、参考程度に見ていただけたらと思います。ブザーが搭載されていない機体なので、 ESC の音をブザーの代わりに使う作戦。設定を変更したので保存して再起動をかけます。 FC が認識されたのが確認できたら再度接続を。次はバッテリーの設定から見ていきます。ここの数値を変更します。警告が出る電圧を変えるだけなので、絶対に必要な作業ではありません。変更を加えたので保存。ここ AUX3 と AUX4 を入れ替えたいです。後でやることを忘れないようにしなければですね。モードの設定で行います。プリセットは今回も使いません。 PID も今回もスルーだろ。何やら気になる警告書いてありますね。テストフライトの時に違和感あったら修正することにします。受信機タブまでたどり着きました。もうエクスプレス LRSTX ナノモジュールは、私が決めたフレーズともに ELRS1.2.1 の導入は済んでいるので、今回は簡単にバインドする方法を行ってみます。受信機のバインドをポチったら、プロポの方でバインドを選びます。数秒待ったらバインドが成立します。ええ、それだけ今までと変わらないんじゃないですか。はい、これで良かったらしいです。 CLI コマンド入力とは何だったのか。ごめんなさい、あっけなくつながりました。あれを真に受けて実践した視聴者さんだっているんですよ。土下座しろ土下座。ほんとごめんなさい。モードではブザースイッチとタートルモードスイッチを入れ替えるために変更を加えます。 AUX3 でビープ、 AUX4 でフリップオーバーですね。変更を加えたので保存をポチッと。ついつい忘れちゃいがちです。調整やサーボは特に触る必要はありません。モーターも不具合がなければ変更不要。OSD はお好みでレイアウトや表示項目を変更すると良いでしょう。VTX では自身がメインで使っているチャンネルにあらかじめ合わせておきましょう。変更を加えたら保存。これで設定すべき項目はありません。そうですね、CLI にてディフのバックアップくらいは取っておきましょうか。箱から出してすぐ使えるようにプロペラをあらかじめ装着したら、箱に入らなくなってしまいました。これは困った。某ブランドで使われてるポーチ、ご存知な方も多いでしょう。あ、見たことあるっていうか、しょっちゅう見てる。こちらでしたらすんなり入りました。そうそう、飛行重量は 56.37g。 機体登録不要なお手軽ドローンです。それではテストフライト。久々の青空、でも風はやはり少しありますね。久しぶりの爪楊枝、久しぶりの屋外飛行。ほんと、
これで風がなかったら一日粘っていたかった天気です。無理無理、あんた極端に寒がりじゃないですか。それもそうですね。車の中から飛ばすのもありかなと思いました。 OSD のレイアウトが気に食わなかったです。帰ったら直そうと思いました。海に向かってほんのり風が吹いている状況ですが、こうして青空が広がっている風景ですと、まるで北陸の冬が感じられませんね。地面に溶け残っている雪があるので、冬であることが伝わっていると思います。ええ、とても寒いです。日差しがなかったら飛ばしていなかったでしょう。このスポットはこの先右にドッグレッグしています。そちらには東屋があったりして、そこを絡めて飛ぶのも楽しいのですが、今の立ち位置からですとやはり電波感度が一気に落ちてしまうようです。物陰になるようなシチュエーションはたとえエクスプレス LRS であっても避けておくことが良いかなと思いました。この場所でしたら仮に墜落したとしてもすぐ回収できそうですね。あ、海の中は全く別な話ですが、この後映像がブラックアウトして焦るのがわかるかと思います。やばいと感じたら上に行くのが吉ですね。いやはや焦りました。単に物陰すぎて電波が届かなくなっただけですね。ベータフライトコンフィグレーターで PID 項目のところで警告が出ていましたけれども、特に飛行の手応え的には問題はなさそうです。さすがに初見なので無茶な飛びはしていませんが、ブーストがかかると一気に電圧が減るので、そのあたりも気をつけて飛ばしたいですね。エクスプレス LRS 採用2スピック HX115LR、 1セルでここまで飛ぶものなんだと感心させられました。機体登録がいらない手軽さも嬉しいです。今日まで立て続けにエクスプレス LRS を採用したドローンを紹介していますが、今までのように変にリモート切れで悩まされていた日々がもう遠い日のことのように思えてもきます。大げさだな。軽すぎるゆえ風に弱いという短所もありますが、季節が春になって穏やかな天気も多くなるようになれば、もっとたくさん飛ばして遊びたいと思いました。結構いい具合に滞空時間もありますから、きっとフリースタイルの練習機としても大いに活躍できるかと思います。グラウンドほどの広さがあれば HX115LR 限定1メイクレースなんていうのも手軽にできそうですね。飛行の音は本当に静かで、騒音の心配は全くなさそうですし、気兼ねなく飛ばしていられるんじゃないでしょうか。飛行時間はムラがあって、激しく飛ばすと3分程度、ゆったり飛ばすと5分程度でしたね。はい、おおむね予想通りでした。外気温の関係もあるでしょうけど、私には十分な飛行時間でした。メテオ7号とバッテリーを掛け持ちできるので、いろいろ重宝します。おすすめです。ご視聴ありがとうございました。